暇な時間何してる？友達が部室の鍵取りに行ってる間、先輩と二人きりになった時とか何してる？そんな気まずいシチュエーションの場合は知らないけど、アイルーは暇な時動画を作ります。最近生活リズム良くなって、13時間睡眠当たり前だったのが5、7時間睡眠になったから、4分の1日分暇になったんだよね。そんでその6時間があったから昔は動画作りまくってたんだなって。動画10個ストックあるとか自慢してたね。今は毎日せっせこ1つずつ作ってるからストックないよ。それで今回の動画はレッドチリ編成。この編成をパッと見た時思ったことない。この編成試したことある。そうなんだよね。そしてボツにしたはずなんだよ。なのにこの編成がランキングに入ってた。じゃあ実際に使って試してみるしかないわね。ちなみにボツにした理由は、単純に噛み合わなかったからだな。そこに深い意図はないんだぜ。噛み合わないイコール弱いだからね。でもこの編成は違った。そう、この編成。っていうか最近ミルクがバトン語で派遣だよね。派遣とまではいかないけど、おしゃれな使われ方してる。え、その編成でミルクですか？っていう編成見かけるよね。それらも使ってみたんだけど、ミルクって能力中にバカすか体力減ってくじゃん。そこを体力ある状態で迎えるかどうかで、編成も変わってくるんだよね。わかりやすく言うと、そこを体力ない状態で迎えられるなら、バトン語ミルクに必要な体力ポーションに個分の回復がなくてもいいってこと。ちなみに最近よく見かけるバトン語ミルクの使い方は、4回発動なのかな？従来の大ポーション2個方は、タイムキーパーのバトン語とかにいる3回発動タイプ。今回のレッドチリのバトン語とかは4回発動するタイプ。そしてこの4回発動タイプで、さっき言った体力ない状態での能力発動が、使われてるんだよ。わかりにくいから別にわかんなくてもいいよ。どうせすぐ使われなくなるし、そんなこんなで走っていくわけです。ちなみにレッドチリで位置調整のために1回落下します。あ、体力ない状態で走るっていうのは、言ってみればラスト発動のことなんだけど、その能力後に大ポーションを取って、回復して再度ラスト発動まで行くっていう感じだよ。ちょっとわかりやすくなった。だからその1回目のラスト発動で大ポーション取らないように、レッドチリで落下して体力減らすんだ。通常落下するのは距離伸ばすためなんだけど、それは落下してもラスト発動できるタイプの場合で、今回のレッドチリはラスト発動後に体力余りまくるから、落下したら単純に倒れるのが早くなって距離が短くなる。本来そんな噛み合ってない編成なんて弱いし、落下して走る時間短くなるともっと弱いんだけど、そうやって調整して、良い感じにバトン後ミルクを生かしてるみたい。まあ見ててもらえればわかると思うし、うまく説明できないからもうしないもん。ちなみに動画撮ろうとしてた時にはランキングからいなくなってたので、宝物はそれっぽいの入れてる。左端の宝物は使いどころがわかんないんだけど、今回は体力少ない状態が長いので入れてみた。嘘です、これが入ってるのだけは覚えてました。でも記憶違いかもしれない。にしても今まだ4月なのに夏並みに暑いよね。なんなんだろうね。仮に部屋が鉄でできてたら焦げてるっていうくらい暑い。暑い思い出で言えば夏に野球の全校応援に行かされたりしてね。あれは暑かった。あれ行きたい人だけ行くシステムでいいよね。入学の時に学校のルールみたいなのに書いてたかな。っていうかそんなルールとかって入学する前見てないや。真剣に進学してる人とかは校則とか見てから入るのかな。逆に入学するときに誓約書書かせたら、ふざけた校則も許されたりしないのかな。どっかの国の民族衣装みたいに男子にスカート履かせたい。スカートっていうか、ああいうのってうまくやれば男でも似合うと思うんだよね。ゲーム内の衣装でスカートみたいなかっこいい服あるし。それ長いコートじゃない？そうかも。あと校内に冷暖房完備したい。修学旅行とか行ったときびっくりしたけど、都会の学校ってビルの中にあったりするじゃん。あんなの絶対冷暖房完備じゃん。田舎はもう Google マップで見たらどこに学校あるかわかるからね。土のグラウンドと濁ったプールが見えるからね。Google マップで母校見に行ったら思ったより小さかったね。それだけ大きくなったということか。母校って行った時に小学校を指してる人は少ないと思うよ。小学生の頃にやっとけばよかったってことが一つあって、体育館の壁にあった肋骨みたいな名前の器具、あれで遊びたかった。あれ使って立体的鬼ごっこしたかった。てかほんと中学上がったらみんな鬼ごっこしなくなるからね。鬼ごっこ舐めてる。アイルーは中学高校行っても鬼ごっことかしたい子だったから、学生時代あるあるの突発的に始まる追いかけっこではウキウキしてた。学年に一人は本気で殴ってくる子いるじゃん。普段はそういう子とも友達だけど、そういう子に追いかけられると本気で逃げるんだよね。だって痛いもん。タワーディフェンスで力強い子が迫ってきたら、お腹太ってる子を防衛で召喚すればいいよ。脂肪あっても殴られたら痛いのかな。そういえば以前のデブを話題にした時に、ほっぺたなら触られてもいいって人いたけど、人のほっぺたってベタベタしてる印象あって触りたくないんだよね。アイルーがベタベタなだけなのかな。逆にどうやったらベタベタじゃなくなるの。やっぱりお化粧品のやつポクポクすればいいのかな。キスとかするとき口紅口に入らないって思うんだよね。美味しいのかな。よくチョコをチンコにかける歌があったりはするよね。尿道に入らないかどうかが心配。ご視聴ありがとうございました。またね、のし。というわけで最後の延命ジャンプミスりました。